まずですね、サイト定義というのをやらないといけないので、デスクトップ上に新しいフォルダーを作ります。そうですね、名前は MyLP にしときます。 MyLP という名前にしときました。このフォルダーの中にですね、サイトの HTML とか CSS が保存されていくということになります。ドリームイーバーを起動します。でまずですね、サイトの定義、サイトメニューの新規サイト、サイト名とローカルサイトフォルダの場所を指定します。サイト名は私のランディングページというふうにしておきます。私のランディングページ。でローカルサイトフォルダーの場所ですね、フォルダーアイコンをクリックして、デスクトップの今作ったフォルダーですね、 MyLP、 これを選択します。で保存でですね、修正したい場合ですね、これはサイトメニューのサイトの管理、ここで私のランディングページ、今登録されてますけど、ダブルクリックするとダイアログが出てきます。で、サーバーのですね、登録今しませんけれども、ここでプラスアイコンを押すとですね、レンタルサーバーの情報などをここに入れればいいということですけども、で、ダウンロードしたですね、素材データ、DW、ドリームイーバーですね、DW-Lesson01のフォルダーの中に、イメージスというフォルダーがあります。で、今作成した MyLP のフォルダー、ここにですね、コピーします。素材データのイメージスフォルダー、これをコピーします。で、この中にはですね、3つの画像ファイルが入っているということですけれども、コピーしておきます。そして、このファイルパネルを見るとこうやって出てきますよね。で、これ出てこない場合はですね、右クリックしてローカルファイルの更新というふうの更新をすれば出てきます。そしてですね、この今これワークスペースなんですけれども、ウィンドウメニューのワークスペースのレイアウトというのがあります。でですね、これデフォルトになってるんですけども、デフォルトになってないといけないんですけれども、例えばコードとかってなると、コーディングしやすいような画面に切り替わりますけれども、このワークスペースのレイアウトはデフォルトにしておいて、そしてこれいろいろですね、カスタマイズがもう自由にこうできるものですから、こんな感じでですね、もう自由にカスタマイズができます。で、いろいろ画面の構成が変わってしまうので、説明するときに同じ画面であった方がいいと思うので、ワークスペースのレイアウト、デフォルトに今なってますよね。デフォルトのリセットというのを1回しておきます。デフォルトのリセット、そうすると初期状態に戻りますので、説明しているこちらの画面と、学習している画面同じ構成になっていた方が分かりやすいということで、こういうふうにリセットしておきます。ではですね、ファイルメニューの新規、新しいページを作るわけですが、新規ドキュメントが選ばれていて、ドキュメントタイプは HTML、 そしてフレームワーク、これ NASH とブートストラップってありますけど、ブートストラップを使うので、このタブをクリックしておいて、で、ブートストラップ CSS は新規作成ですね。で、このデザインのところがですね、事前に作成したレイアウトを含めるっていうのがあるんですが、これもしチェックされていたら外しておいてください。チェックを外しておきます。そしてカスタマイズのところは触らないように、これはもうブートストラップのデフォルトのまま使いますので、カスタマイズはしないと。そして作成します。で、まずですね、今ページができたんですけど、保存をしとかないといけないので、ファイルメニューの保存。で、名前をですね、
インデックスにしておきます。インデックス .html 保存をします。はい、これでですね、今一通り基本的なファイルっていうのが全部出来上がりました。このイメージスというのは素材フォルダーからコピーしたものですね。で、あとはですね、ドリームウィーバーが追加してくれたものです。そしてブラウザーでですね、こう確認していきたいんですけれども、ファイルメニューのブラウザーでプレビュー、ここに、まあ、Mac ならサファリ、Windows だったらはインターネットエクスプローラー IE が表示されていると思うんですが、ブラウザーをここで追加していきます。ブラウザーリストの編集っていうのを選びます。で、ここのですね、プラスのアイコンをクリックします。ブラウザーの追加。で、アプリケーションの参照ボタンを押します。で、ここでですね、追加したいブラウザーを、まあ、Firefox じゃ例えば選びます。で、OK ってやると追加されます。今もうここ、Firefox 登録してありますんで、キャンセルにしますけれども、ここでブラウザーを追加できるということですね。追加したり外したりできると。それではですね、この状態でちょっと始めていきたいと思いますので、とりあえずですね、ちゃんとサイト定義したフォルダの中にデータが入っているかどうかっていうのをちょっと確認していただいて、次のステップに進みたいと思います。